はい、どうも皆さんこんにちは、トップシューのサスケです。今日はですね、突然なんですけども、我々トップシューはですね、2021年末までにチャンネル登録者数100万人、これを目標に今回新たに MC オーディションを開催することになりました。イエーイということですね。まあ突然の連絡で驚かれた方もたくさんいるんじゃないかと思うんですけども、こちらですね、詳しくは動画の概要欄の方にプレスのページ貼っております。こちらに今回の MC オーディションのですね、応募方法と資格貼ってありますので、こちらをご覧になっていただいてですね、当てはまる方ですね、それでも興味がある方にはこちらから応募いただければなというふうに思います。はい、でこの動画ですね、このままこの企画に至った背景ですとか、まあ、当選にあたってのヒントですね、こういった部分を述べていきますので、もしご興味がある方はこのまま動画の方を視聴いただければなというふうに思います。はい、でまずですね、チャンネル登録者数100万人っていう目標なんですけども、まあ壮大な数字ですよね。この背景にあるのですね、我々、今チャンネル規模としてはですね、皆様の応援のおかげで、まあ、急拡大しておりまして、チャンネル登録者数今1万6000人まで来ておりますと。でただですね、やっぱり我々もっとたくさんの大学生ですとか、まあ、もっとたくさんの課題ですね、こういったところを解決できるようなメディアになっていきたいという思いがあってですね、やはりそう考えたときに、まあ、これぐらい大きな目標を立てて頑張んなきゃいけないよねという話になって、今回この目標を設定しましたと。でそこの目標を、まあ、ゴールに置いたときにですね、我々今 MC が、オサ、コジュ、ブッチ、僕ですねの4人がいるんですけども、やっぱりまだまだ MC パワー足りないんですよね。ということで今回新たによりパワフルなMC をですね、応募したいということで、この企画に至ったということでございます。で、要件なんですけども、3つございます。で、1つ目が、まずトップ企業出身であることとですね、で、2つ目が、週に1回から2回、撮影に協力いただける方。で、3つ目が、これが一番大事なんですけども、まあ、こう、キャリアに悩める大学生のですね、力になるぞという気概を持っている方ですね、この3つを条件にしたいと思います。この3つに当てはまる方ですね、繰り返しになりますが、この動画の概要欄の方に、プレスの方を貼ってありますので、こちらからご応募いただければなというふうに思います。はい、我々はですね、すごく大きな目標だということは分かっているんですけども、本気で、この目標を目指して頑張っていきますので、我こそはという方ですね、私も一緒に頑張りたいという方はですね、ご応募いただければなというふうに思ってます。ご応募お待ちしますね。はい、それでは本日は以上になります。また次回お会いしましょう。 See you next time. バイバイ。